課長、私長崎県の健康寿命は全国平均を下回っていると聞いてとても心配になりました。そうだよね、心配だよね。全国より早く高齢化が進んでいる長崎県にとってそれは緊急に解決しなければならない重要な課題ですよね。でも課長、県では健康寿命を延ばすための様々な取り組みを進めていますよね。そうなの。ではセリーン、それについて取材してきてくれる？はい、喜んで。広報二課は県民に分かりやすくかつ有意義な広報番組を提供するため自らレポートし自ら伝えるメンバーを集め特別に編成されたプロフェッショナルの広報集団です。健康長寿日本一を目指す県の取り組みについて教えてください。はい、まず健康寿命についてですが、健康寿命とは日常生活に支障のない期間がどの程度あるかを示す指標で、平均寿命と健康寿命の差は日常生活に支障のあるいわゆる不健康な期間といえます。長崎県民の健康寿命は男女ともに全国平均を下回っています。また県民の皆様の生活習慣などを示す数値は全国と比較しても決して良好ではなく、血圧の高さの平均値は全国で2番目に高い数値です。また血圧を抑える取り組みとして歩行数や野菜の摂取量についても課題があります。長崎県民の健康寿命を延ばすためには適度な運動とバランスの良い食事に取り組む必要があると考えています。そこで私は食生活の改善について管理栄養士の方にお話をお聞きしました。健康的な食事のポイントは栄養のバランス、適切な量、欠食をしないの3つです。家庭でできる取り組みについて、野菜をたくさん食べるには主食、主菜、副菜を揃える、肉や魚料理に野菜を添える、スープや味噌汁に野菜の具を多く入れるなど、ちょっとした工夫が効果的です。そして外食やテイクアウトの食事の参考としてもらうため、長崎県健康づくり応援の店の登録事業を行っています。登録店では3つのヘルシーメニューの提供を行っていますので、どうぞご利用ください。野菜の目標摂取量は1日 350g です。長崎県民は約 100g 不足しています。あと一皿野菜料理を食べるように心がけましょう。さらに県では生活習慣のポイントを皆さんに分かりやすく伝えるため、長崎三昧チャレンジというキャッチフレーズを作って県民運動を推進しています。県民の課題である健診、運動、野菜の摂取、この3つの取り組みのことです。毎年毎日の毎、自分のという意味の毎で長崎三昧チャレンジです。皆さん、健康的な食生活を心がけて健康長寿日本一を目指しましょう。私も食生活の改善から取り組みたいと思いました。健康は幸せの基本ですよね。健康長寿日本一、ぜひ実現したいですね。ところで今回の番組の内容は県の全世帯広報誌伝える県長崎2月号にも詳しく掲載されています。番組と合わせてご覧ください。ではみんなで声を合わせて、毎年1回検診受けて、毎日ニコニコ9000歩、毎日3回野菜を食べて、よしみんなで健康長寿。では今回の内容をもう一度確認という方は長崎県のインターネット放送局ヨカテレでチェック。